アキラ、おはよう。いや、今日もいい天気だね。ああ、そうだな。それだけ？いつも通り釣れない返事だね。今日は特別な日だからな。無駄口を叩いている暇はないぞ。はいはい、わかってるよ。ガイアが何か言ってるよ。アキラ、せっかくだから話しかけてあげなよ。時間の無駄だ。行くぞ。アキラは堅物なんだから。おはよう。一年の子だよね。もう夏も過ぎちゃったけど、学院生活は楽しい？そっかそっか。それならミチルも一安心だよ。あ、そうそう。12月にはもっと楽しいことがあるからね。ミチルと、アキラでしょ？あとは、メイファンとヤチオのエリュシオンがあるから、楽しみにしててね。はいはい、みんな喧嘩しなーい。ミチルからのお願いだよ。いいね。あっと、アキラに置いてかれちゃうから、まったね。楽しかった。物好きなやつだ。相手をして楽しいか。うん、あの子たち、アキラとも話したかったはずだよ。だってアキラはフラウプラティーンだもんね。話すことなどない。行くぞ。相変わらずだね。準備はできた、アキラ？当然だ。ミチルこそ整ったのか？うん、バッチリだよ。あとはメイファーはもう OK？ はい、少し緊張していますが問題ありません。メイファン、そんなんじゃやってけないよ。今日は休んだら代わりに私が喋ってあげるよ。大丈夫ですから。うんうん、二人とも大丈夫みたいだね。それにしてもアキラ先輩も大胆なことを考えますよね。いい人が見つかるといいけど、どうなるかな。きっと見つかります。アキラさんがいるんですから。だってさ、アキラ。言われるまでもない。時間だ。行くぞ。